か、お願いって言ったら作ってもらえるようなのを取ってやるんですよ。で、一番最初私が福山一律大っていうところを赴任した時、一番最初やったのは腕の良さそうなシェフを探すことだった。で、そうしないと同じ食材を入れたってダメなものをいくら作るかってゴミ作るだけなんで、私たちはゴミは作らないという基本発想があるんで、腕のいいやつ行きましょうねということなんです。だから名前が通ってる方ではなくて腕のいい方です。名前の通ってる人は必ずしも美味しいとは限らないものですよ。だから自分の舌を信じてうまいやつを探すっていうのも一つ、こういう仕事がいるんですね。だからブランドを作って、ブランドを作るだけが全てではないんで、これを今私が国の方でやってる農商工連携とか地域資源に上げてきてもらわないと意味がないわけですね。だからまずブランドを取ってもらって、南伊勢町もそうなんですけど、ブランドを取ってもらったらそれを地域資源でもっと違う食べ物に変えてもらうか、農商工連携で違うものに変えてもらうっていうのが一番重要なんですね。で、もうちょっとギリギリの時間なんで申し訳ないんですけども、例えばですね、今私どもがひそやかに考えているのはですね、南産業ってご存知ですか。で、南産業っていうのはですね、万来鍋っていうのを作っていて、4ミクロンぐらいの大豆を粉にしてしまうとおからのできない豆腐ができるんですよ。で、こういう お鍋は晩子焼きでここに火つけて、お鍋ちょっと特殊なものだと、これ火つけて絵が下手なんでダメなんだけれども、鍋がこの中に豆腐ができるんですね。で、彼らが南産業を作ってるのは大豆の粉なんですよ。すごいちっちゃな粉を作っていて、その粉をこの中に入れればいいわけですね。で、こいつはよそで作ってもらう。それからもう一つですね、にがりが必要なんで、このにがりは海洋深層水からのにがりを取ってくるんですね。こいつもよそのもの。それで何をやるかっていうと、これで豆腐ができるわけですね。で、これを実は私が今狙っているのは、これをですね、売ってる場所は料亭なんですね。料亭とか旅館なんです。毎日豆腐食うわけじゃないので、この鍋を使って、例えばですね、さっき言ったテクニカン冷凍で魚の多少加工したやつを作って、ここに供給すれば売れるわけですよね。料理人いらないわけですから、手間暇はないですよね。で、こういうものがあるといい。で、私が中京医薬品と付き合っているのは、なんで付き合っているかというと、中京医薬品のその物流ルートが欲しいんです。で、そうするとそこに、例えばもっとこれを加工して、レトルト加工した商品が作れれば、置き薬の横に置いとけば売れるわけですよね。置き薬は、赤い箱の中京医薬品なんですね。で、それは置いとけば売れる。で、薬だけではダメなんで、私が目をつけたのは水なんですね。水だったら1週間に1回ぐらい届けに来るわけだから、それと一緒に動いてもらえる。で、それをうまく使えれば、物流ルートは全部確保できてくるわけですよ。で、そういうのをやれる能力が、そのいろんなところで欲しいですよね。そのためには、安全ですよ。絶対食の安心安全はうちの町が担保しますっていうマークが欲しいよねっていうのが私たちのずっとやってることなんですね。だからその辺で地域ブランドってやっぱりさっき言いましたようにターゲットが絶対違うので、で、私たちの今動かそうとしているターゲットはまたちょっと違うブランドがいるかもしれないんで、この町はこの町の高速道路で降りてきてもらう、その商品設計とかターゲットをやって、どういうブランドをつけていきますかっていうのは、マッチ起こしの中で一番重要なんだろうと思うんですね。で、そういうものを商工会社とか議会とかですね、役場がうまく設計してもらうって、しかもそのみんな私たちがお付き合いしているのは中小零細企業なんで、絶対に役場のバックアップって言いますよね。で、今回すごくショックだったのは、その物語コーポレーションと付き合ったらですね、候補を持ってるわけですね。で、
マーチャンダイザーを持ってるわけです。私の出る幕がないわけですね。で、俺は何をここでやるんだって、ただよその会社とつなぐだけ。そうすると物語コーポレーションめちゃめちゃ儲かるわけ、船つなぐだけで。だけどその下にいる中小企業は絶対多分儲かってない。そんなこと言うと怒られるかもしれないけどね。そうするとやっぱり中小企業、零細中小企業をどうやって伸ばしますかっていうのは、大手をかますってはダメかもしれないですよ。そうすると町が噛んで、町が一応大手みたいにそのマーチャンダイザーもやれるし、それからプロモーションもやれるしっていうことを設計しないと、やっぱりただの材料供給業者になるだけですよ。だからそれはあのこういうブランドを作るときに私たちは避けたいって思ってるんですね。だからあのエブリーと付き合っててもそうなんですけども、エブリーと付き合って何でいいのかというと、結構その一次産業の業者を大事にしてくれるんですね。だからあのよその変なこと言っちゃいけないけど、よそのスーパーなんかよりは農家も漁師さんも儲かる。でそういうところを探しながら動いていかないと、ただ本当に値段を下げられてね、売れば売るほど損するようなブランドを作っても意味ないんじゃないですかね。だからブランドを作ったら、売ったら絶対儲かるというその設計をやれるのは、そのなんて言いますか、あの大手のようなすごくいい組織がない民間の小さい企業は役所に頼るしかないじゃないですか。だからその役所がうまく動いてくれたら絶対伸びてくる。だから本当に大手と付き合ってめちゃめちゃ売れても何も利益出なかったら疲れて死ぬだけですもんね。今の私みたいにやたら忙しくて死ぬだけみたいな状態になっちゃうわけですということで、あの私の方からはおしまいです。やっぱりあの宣伝のことを随分さっきも考えてみるみたいで、どうするんだ、役場の代わりっていうのは今ちょっとそれで思い出したんだけど、王冠学園で次おける信用度で調理師養成の2年生の子たちがこの間さっきのお寿司屋のやつ、お寿司400本作ったんです。でインターネットと張り紙だけでやっぱ30本で売れたんです。わかる、おじいちゃんおばあちゃん買いに来るんです。でおじいちゃんおばあちゃんでも結構インターネット見てくれてる人がおるんやなっていうのが分かってくるんですね。でうちあの大川高校ではないですけれども、週に1回だけ普段の日ですけれども2年生の調理師がピッコロっていうお店やってまして、これはお弁当とお菓子だけ売る店なんです。で何周年かっていう周年が来るとそこであの巻き寿司を出すんですけれども、本当に400本がすって売れましたので、やっぱりその今なかなかこれの力っていうのは怖いものがありますので、これをもっとうまく拡大すれば大川学園の代わりにそれが役場になってって考えていくと、やっぱしあの信用のあるっていうのがベースになっていきますので大事かなっていう思いがあります。で議員さんたちいろいろ言いますけども、ちゃんと実績を5年待ってとか3年待ってって、あの議員さんたちは今日の明日言いますので、そこをちょっと戦うのは大変かなというのはありますけれども、3年5年待ってもらえば木でもそうですよね。私ども里山があって何やったら植えたらこれ20年後の木やってみんな植えとるんですよ。今60ぐらいのうちの職員がよそへお金に木もらいに行ってただでもろたやつを60年ぐらいで20年後とか30年後楽しみでおらへんかもわからんのですけども、やっぱそれが生命ですので、ね、障害者とかに、だから絶対安全な役場さんが保証するっていう、やっぱりそれはものすごく大事なことかなって言います。ターゲットの使い方は僕はちょっと偉い先生の思いと違いましたけれども、
まあそれはまだその流れの中でですね、これはこの地域で折れていくと、これは外れだと思っているのがだんだん出てくるんじゃないかなと思っております。あと何かありましたら答えられる範囲こそがありませんけどよろしいでしょうか。はい、それでは他にありませんか。どうですか。ちょっとお時間も過ぎましたので、本当に今日は長時間ありがとうございました。大川先生のお話は、行政の信頼とか責任とか信用、取引先の看板、そうやって背負ってなってくると、非常に我々職員も身近に感じます。で、その前に、まあ、町内の事業者さんから、まず信頼も得ないと、まずそこから先だと思いますけれども、そういったことから、まあ、今日研修で、いいことを勉強させていただきました。今日本当にお忙しい中どうもありがとうございました。拍手を持ってコメントを返させていただきたいと思います。今日も職員リーダー向けということで開催させていただきましたけども、また個別に、住民事業所向けの、セミナーも、勉強会も、予定しております。リーダーの皆さんまた、まあ、リーダーという立場ではなくて、事業所という立場でまたご参画いただきたいと思いますので、またよろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。この裏山の小田原の方に入ります。